どうも、エタです。今回はですね、ちょっとね、また車のガラスが割れてしまいました。チーン。で、これ今回はもう、前回はもう上から下までピーって線が入っちゃったんですけど、最初はこんなちっちゃいあの飛び石だったのに。で、今回はこれを使って修復したいんですけど、なんかね、今回のあのひびの割れ方が普通じゃなくて、なんか結構変な感じで割れてるんですよ。ちょっと見せますけど。なんでここに書いてある補修できない傷の2番っていうのがあるんだけど、それにすごい似てて、もしかしたら補修できないパティーンかもしれないんで、そうするとガラス交換は普通にもう10万円コースなんですよ。10万以上するんで、前回変えたんですけど。で、もう車検が2、3ヶ月後にあるんで、割れてると通らないんで。で、ツイッターでフォロワーさん九州の方いるんですけど、なんか僕5、6万でいつも買えますよって言ってて、あのサーキットユーザーの方で結構やっぱ割れちゃうみたいなんですよね。で、5、6万ぐらいって言うんで、うわすごい安いな、いいなと思って、5、6万だったらね、まあポンポン買えてもいいんじゃないかなって思うんですけど、さすがに10万以上になるとなかなかポンポン買えられないんで、ちょっとこいつにちょっとねかかってるんですよね。今日はこれやっていきたいと思います。はい。で、こちらが今内側から見てる傷なんですけど、もうね、 UFO みたいになっちゃってる。これ窓に UFO がいるよ。丸くなっちゃってるんだよね。なんかこれ治んないでしょ。治んのかな。もう一個ね、こっちにもあるんだよね。こんな感じの傷なんですよね。これちょっと治んないんじゃない？ちょっとやってみるか。じゃあ早速やっていくんですけど、とりあえず綺麗に拭いていきます。そんでね、ちょっとね、傷のところをね、このピンでね、 UV レジンが入りやすいように傷を広げてくださいって書いてありました。広がったんだよね、傷が。で、しかも表面じゃなくて、これやっぱ内側だからね、多分直せないかも。どうかな、こんなもんかな。はい、とりあえずね、今こんな感じで衝撃点へ合わせたんですけど、で、これをガラスにつくまで濡れてもうた。はい、一応セットが終わったんで、なんかちょっとインジェクター強く締めすぎたかな、反っちゃってるこいつをね、じゃあ UV レジンを半分ぐらい入れるみたいですね。
入ったかな、これで半分ぐらいかな。もう一回使えるんだね、もしかしたら。はい、これでもう一個のこのピストンの方を入れて締め込んでいきます。あ、入れすぎたかな、溢れてきてるわ。抵抗を感じたらゆっくり締めていき、抵抗を感じたらピストンの締め込みをやめてください。 1,2 分放置します。抵抗ってどれぐらいの抵抗なんだろう、わからん。なんかあんまり抵抗ないな。来ないぞ抵抗が。締まりきっちゃうんじゃないのこれ。中から見てみよう。なんかちょっと治ってるっぽいんだけど、抵抗ないからもうちょっと締め込んでみる。もうほぼ締め込みなんだけどこれ。で、その後 1,2 分そのままにする。ピストンを横から見て山が見えるまで緩め 1,2 分そのままにします。あ、締めたり緩めたりの作業をやるんだ、何回も。 1,2 分待ちます。で、 1,2 分経ったんでちょっとね緩めていきます。なんかちょっとねまだヒビっぽいの残ってるとこがあるんだよね。なんか自分で針でちちくったところで広がっちゃったやつかもしんない。くっそー、ピストンのネジ山が見えるまで緩めるっつってたな。完全に緩めちゃっていいのか。ちょっと見てほしいんだけど、この通りね全然ひびないんですけど、ほとんどここにねちょびっとだけこういうのが残ってるんすよ。いやー、これ車検の検査員に見つからなければいいな。もう一回締め込んでってちょっとそこまでレジンが浸透してくれるか試します。もう一発締め込んでいきます。 1,2 分経ったんで。さあどうかな。で、2回目が 1,2 分経ったんでちょっとまた緩めていきます。よいしょ。でまた 1,2 分放置で 1,2 分経ったんでこれで外します。わ、すげえ出てきた。これで本来はレジンを垂らすらしいんですけど、もうね見ての通りあっという間にあの付属のこれに入れとけって書いてあったんですけど、見逃しててあっという間にもうゼリー状。本当は一滴垂らすらしいんですけど、もう垂らせないんでクリアフィルムを貼り付けてください。はい。なんかね、
あの何多分ねこれをね締め付けすぎてねここの透明のやつがねガラスにボコボコくっついちゃってちょっと締めすぎ注意です。これ漏れないようにと思って締め付けすぎたらちょっと締めすぎたみたいです。ここのなんかこのなんかゴムっぽいのよくわかんないけどこれがねガラスにくっついちゃってちょっと今ボコボコしてるんですよ。こんな感じでピタッとここ浮いてるでしょ。これがくっついちゃってダメっぽいっす。ピタッとフィルムがつかないです。これで本当はもう一回剥がして一滴垂らして夏場は15分冬場は30分以上らしいんですけどちょっとそんなことできないのでこれでちょっともう乾かしていきたいと思います。なんかでも傷治ってるっぽいな、治ってたらいいなっていう感じです。はーい、はい、そしたら今30分は経ったのでちょっと剥がしていきます。はい、どうでしょうか。なんかね、治ってるっぽいよ。ちょっとなんか付属のカミソリがあるんでそれでちょっと削って取っていきます。余分なところを。これ治ったんじゃない？点になったよ。うわすげえ。修復不可能って書かれていたところのタイプの割れだったのに治ったね。すごい。ちょっと内側から見ようか。はい、こんな感じで。わかります？この点だけになった。すごいね。ちょっとよく見るとなんか、あーでも周りがちょっと微妙な円が周り線が円のようにあるんですけど、でもね全然わかんないね。これ検査員騙せるんじゃないの。ちょっと夢が膨らむなこれは。いやーよかったよかったっていう感じでね、今回はガラスの修復不可能と書かれていたところ、でも今回は治りましたということで以上です。はーい、